体幹っていうキーワードがアスリートがやるようなイメージがやっぱあるじゃないですか、うん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 、でもそうではなくて、やっぱり体幹の弱い人ほど、まあ、腰痛になったりとか、うん、怪我をしやすいとか、うん、アスリートだけじゃなくて本当に子供から高齢者まで使えるものになってくると思っているので、うん、はい、じゃあ次のテストですね、はい、片足立ちテスト、うん、クライアントさん、一般の方もそうですけど子供もトップアスリートまで必ずやるテストです。僕もね、以前やったことがあると思うんですけど、はい、まあ、その貯金があるかどうかっていうのをちょっと確かめながらね、今日やってみようかなと思います、はい、まずは片足立ちですよね、はい、それをおへそ、おへそどこだっけ、ここここですね、はい、ここまで上げる、ももをね、はい、こういうことか、あ、そうです、はい、でこれを10秒キープなんですよ、はい、10秒間キープね、はい、一回じゃあ左右ね、ちょっとじゃあ福西さんの体を使ってやりますね、一回手を腰に置いて、手を腰ね、おへそどこだっけ、ここだっけ、はい、じゃあなるべくあのドローインっていうね、息吐きながら、はい、ゆっくりと、はい、吐きながら上げていきます、はい、キープ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。一回下ろしてください。ちょっとね、あっち向きでやりましょうか。同じようにやってみてくださいね。おへそどこでしたっけ？こうですね。はい。じゃあ、同じ足。はい、ストップ。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK です、はい、見てる方は、うんうん、あ、他の方が姿勢いいなと多分ね、ちょっと思ってるかもしれない、うん、何が違うかっていうところ、足は上がってました、はい、難しい、はい、上げて、はい、いや、あのね、膝がピンと伸びてないんですよ、膝が伸びてないと体幹のバランス、ここでお尻で支えるんですね、うん、太ももの筋肉も含めて、で、あとはちょっとね、腹圧が抜けてたので、うん、こうです、こうです、さっきのやつはね、こうちょっと反ってたんですよ、こうなっちゃう、そう、今がいい姿勢なんですよ、これをやっぱ保つには頭の位置をぶらさずに、で、腰を反らさずに、そして膝、ピンと伸ばす、ね、これをちょっともう一回反対の足でやってみましょうかね、そうです、そうです、はい、キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ここまでできたら中級です、あ、なるほど、だから自分でもここに締めてるっていうのと、うん、あとお尻で支えてるっていうのと、うんうん、こう足を上げるっていうのをこう意識しながらやった方がいいってことですね、体幹バランスってさっきね、言葉使いましたけど、やっぱりここの引き上げる腸腰筋、支えるお尻で、腰を反らないでしっかり腹圧を入れる、ギュッとね、これができないとダメなんですよ、腰痛になりやすいので、で、腹は、まあ、中級レベルはできました、はい、で、最初修正したじゃない、はい、で修正する前はあれ50点なんですよ、あ、50点、はい、で、今中級レベルは80点なので、はい、今度は上級レベル、不安定な状態でできるかどうか、できるかどうか、はい、まあ、今ね、ちょっとね、靴をね履いてもらってますけど、うん、まあ、あのぐらつく人はね、ちょっと靴底をね、はい、厚さがあるから裸足でやってもらってもいいけど、一回靴履いてやってみましょう、これでできたらもう上級の上なので、はいはい、これファンクショナルバット、ファンクショナルバットです、はい、わざと不安定な、ね、はい、状態を作ってますので、一回ちょっとこれを、はい、いいですか、はい、はい、この状態で、この状態で、はい、おへそ、はい、はい、ここまでゆっくりストップ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、右足は OK、この反対足いこうか、いや、バンバンなるもん足首がね、はい、しっかり安定させるんですよ、ね、だから余計にぐらつく、そう、はい、それじゃあこれでいきますか、はい、上げて、はい、さあ、ピンと伸ばす、はい、ストップ、はい、血が弱い、1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK、はい、はい、これでね、スイッチが入ったら、はい、ちょっとこっちの硬いところで、一回ね、はい、バーッと開けてもらって、左右ね、安定できてるかどうか、こっちの方が楽に感じますね。逆もやってみて、はい、ここでどうスイッチを入れさせられるかなんですよね、うん、OK です。
でこれがやっぱりファンクショナルマットを使って不安定な状態だからぐらつくじゃないですか、はいはい、このぐらつきを周りの筋肉がサポートしてあげてるんですよ、うん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 、で普通の硬いところだったら、まあ、簡単に言えば1本の筋肉で支えるけど、うん、不安定な状態で立つと4本5本の筋肉で、うん、いろんな筋肉が支え合うから、だからこういう不安定なマットで作ることが大事、うん、だから今服は上級、はい、クラスになりました、はい、テストはね、はい、で皆さんもまずは硬いところからやってもらって、で腰が反ってないことも意識しながら、あとは息を吐く、あと膝を伸ばす、ね、それが大事なのでそのテストをやってみてください。久保さん、これファンクショナルマットって僕はまあ使い慣れてるからこう分かるんですけど、一般の方がなんだこれっていうのはちょっと教えてもらっていいですか。これはですね、中を開けると二層になってるんですよ。スポンジが2層になってて、1個は硬い、硬い、うん、硬めの、ああ確かに、1個は高反発、うん、で上は柔らかい、うんうん、だからこの2つの高反発低反発を組み合わせて、うん、でそこでわざとこう不安定な状態を作るっていう形のものを作りました、うん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 、っていうのはやっぱり片足立ちもそうなんですけれども、まあ、クッションとして、いろいろ使うとなると数字もあるじゃないですか。で実際自分の体幹トレーニングのコバ取りっていうのは、いかに不安定な状態で自分の軸足をキープできるか、うんうんうん、でプラス体幹トレーニングはこういうふうに肘つくじゃないですか、うん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 、そういうのも硬いところだと痛いので、あ、まあ、両方使えるような形でね、うん、作っているような形にしてます。なるほど。服も結構こういうのね、何回もやったと思うんですけど、はい、結構今いろんなの J のチームなんかも取り入れてもらったりしてるので、うんまあ、皆さんもよかったら、はい、これご利用いただけたらと思います。概要欄に載せておきます。よろしくお願いします。はい、皆さん体幹力はいかがでしたか。まあ、自分ができるできないでたくさんあったと思いますけれども、その体幹力を知ってここから初級中級上級といけるようになっていい体を作ってもらいたいなと思います。久保さん、ありがとうございました。でも意識するとこはしっかりしとかなきゃいけないってことですよね。そうですね、だから自分の体が今どんな感じなのかっていうのは気づくことがめっちゃ大事だし、うんうんうん、まあ、実際いろんな選手来てもらってますけれども、やはりその体幹ではないっていうことをまずちょっと皆さん知っておきたい、うんうんうん、体幹だけじゃないってことね。体幹だけじゃない上半身は体幹でいいんですよ。その上半身の体幹は下半身でしっかり支える、支えて、いわゆる土台ですよ。その土台をどう子供のうちから作ってあげるのか、今服はまだ貯金があるじゃないですか、うん、体幹の貯金があるので、まだあのいけるんですよ。今40 6、7、見えないじゃないですか、はい、多分若々しさも体幹から来てんじゃないかなと思いますけど、はい、まずはその体幹力を知るということで、今日いろいろ2つね、テストしましたけれども、まあ、なるべくなら上級になってもらいたいので、無理をしない程度にね、はい、ゆっくりゆっくり絶対あのそこは伸びていきますので、うん、皆さん伸びしろがあるということで、頑張って続けていってもらえたらなと思います。そうですね、みんな無理しないで上級目指して頑張りましょう、うん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。